はい、こんにちは。川越ご飯編集担当のゆうてんです。ってことで、今回は取材企画ということで、めっちゃ SDGs に貢献してる岩堀建設さんに取材してきました。その様子を動画で詳しく紹介していこうと思うよ。それではご覧ください。どうぞ。岩堀建設はチームワークを大切に楽しく仕事をしていく会社なんだ。そのおかげで働きがいのある会社ランキング全国32位を受賞してるんだよね。地域に求められている建設を作って川越のネットワークを作っているすごい会社なんだ。お客様とそれからそのプランナープロジェクトをプランニングしていく人たちと、まあ、これ PMR、プロジェクトマネジメントって言いますけどね、 PMR の人たちと、我々は建築ですけども、建築だけではなくて、そういったあの方々と一緒になって、まあ、一つのこのプロジェクトを作り上げていくっていう、まあ、非常に面倒くさい長いそういうことをやっていかなきゃいけないわけですから、そういう意味ではやっぱりそれほどあの信頼関係、信用関係がないと成立しないっていうことになりますね。たくさんの人が協力し合うことで使う人に合った快適な建物が作れるんだね。埼玉エコー分度の推進、昨年度より 1% 削減目標とこうあって、これ全社的にですね、昨年度よりもまたさらに 1% 削減を目指そうと、それからあの廃棄物の処理を削減、これリサイクル率を何十パーセント高めていこうというですね、実現しよう、まあ、実際今、どのくらい進んでいるかというと 75% ぐらいですかね、リサイクルが、目標、来年の5月31日の目標なもんですから、その時には 70% 目指す、必ず実現するという、そういう内容でやってるんですね。岩堀建設ではリサイクルをすることで廃棄物を減らしているんだ。建設現場ってやっぱ危険に伴うじゃないですか、まあ、もちろんそういうところにね、あの、女性をね行かせるわけにいかない、もちろん高齢者に行かせるわけにいかない、まあ、そう考えるとやっぱりちゃんとその安全対策もあのレベルを相当上げていくって言いますかね、しっかり安全対策することで女性でも働きやすい職場になっているんだね。ブラザーシスターがいることによってやっぱ相談する相手がいい、まあ、これは別にあの仕事だけではなくてですね、例えばあの、ご自分の生活の相談だったりするわけ、もあったりとかする、まあ、過去にはですね結婚相談とかね、まあ、そういったこともあったりなんかしますから、まあ、人生さまざまな分野の部分では あると思うね。ブラザーシスター制度っていうのは、先輩が新入社員の人たちに仕事だったり社会生活の不安や悩みについて相談できる制度なんだ。仕事にもなれるし職場にもすぐに馴染めそうだよね。はい、こんにちは。編集担当のゆうてんです。岩堀建設さんに興味持ってくれましたかね。僕はね、特にブラザーシスター制度ってやつがいいと思ったんよ。僕たちのようにね、悩みがあってもコミュ障で相談する勇気がない人にとってはめっちゃ助かるシステムだよね。ってことで、マジで楽しそうな会社なので、ぜひ詳しく調べてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。